制約。私、陸道講師は、Excel Sagaのアニメ化に際し、その内容云々に関する全権をスタッフに委ね、いかなる作品に仕上がろうとも、苦情、抗議、罵倒、告訴などの行動に出ないことをここに誓います。そちら持ってくれ。せーの、よし。君、しっかりしなさい。それなりに。何気にまだちょびっとだけ脈などあるぞ。頑張りたまえ。根拠はないが、ひょっとしたらまだ死ぬには。で、あら、走馬灯がダメじゃん。世界は腐っている。これ。イルパレット様万歳。イルパレットだったらとった。で、なんすか？その紐。今はいい。それより。この世界は腐っている。これ以上の腐敗を止めるため、世界は是正されねばならない。しかし。
世界はすべからく是正されねばならない。ああ、忙しい忙しい。しかし、唐突に世界をすべても、愚民どもはまずついてこれまい。そこで、まずこの一国。しかし、息切れを回避し、石橋を叩いて渡る意味でもう一声。これでもう安心。無理のない、ゆとりのある征服計画、理想に向かう初めの一歩。すなわち、我々の目標とは。しない征服その高慢にして偉大なる思想、お素敵すぎです、イルパラッツォ様。このエクセル、イルパラッツォ様のためなら、たとえ、火の中、メラメラ、水の中、よくさー、脱げと言われれば、さっそく脱ぎます吐けと言われれば、吐きます。アクロスコープとして、イルパラッツォ様をお慕いする一人の乙女として、あまりそれに頼ってはいかん。気付けです。エクセル君、これが何かわかるかね。漫画本ですか。そう、この国で最も大量に流通している出版物だ。しかしながら、その内容は下劣にして低俗。なんと。我がアクロスの築く世界にはこのようなものは不要だ。したがって、君に来たるべきその日のためにこの製造者たち、つまり漫画家たる人種を抹殺してほしい。では、最初の目標はこの男だ。は？しっかり頼むよ。ウィッス！抹殺！抹殺！イルパラーツ王様のため、理由も聞かずに、ジェノサイド！つい、一発！世間に害毒を垂れ流す漫画家の分際で、屋根のある場所に住むとは許せない！しターゲットロック。ルンルンリックドリックド漫画描き締め切りサボってもう3日まだ3日さあさあ
こいつどんな漫画描いてたのかにゃって、うわっ、これはエクセル、エクセル、原作者を殺してはいけません。申し訳ねっす、いけませんよね。やっぱさあ、大いなる力で話をまともに戻します。はい、姉ちゃん、ウィッセー、カツガ10トン入んぞ。